コロシアムよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第12節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。試合開始の笛です。ドリブル、パンダンプレスをかけます。中へ上げた。10分過ぎました。走り込んできた。合わせた。オフサイドを取りに行った。頭でつないで、オフサイドを取られました。前が空いた。スローイン。壁パス。折り返す。つながればチャンス。さあ、どちらのボールになるのか。スローイン。
主審笛を吹いた。ファーサイドに上げた。放り込んできた。ヘディング。大きくクリアしました。ボールを外に出します。ここで折り返す。さあどちらのボールになるのか。ドリブル。味方が探しますよ。フォローが遅いですね。リターン。ナイスファイト。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦開始の笛です。これはちょっと危険なプレーでした。危険なタックル。オフサイドの網にはかからない。中へ上げる。取り損ねた。折り返した。頭でつないで。フットボールの女神、彼の足に宿っているかのごとく、クロス。ヘッド。おっと、ファールを取られました。イエローカード。壁を作ります。これはゴールキック。ヘッドで。オフサイドフラッグが上がる。スローインです。ドリブルで上がる。シュート。キーパー正面。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。
芝の香りもかぐわしいドリブル。スローイン。ここで選手交代です。ほう、誰もいない。一旦サイドチェンジ。よく見ています。意図がわからない。果敢にスライディング。後半35分をすでに過ぎました。さあ、ここからゴールを攻め、攻撃を組み立てます。シュート。キラーパスになるのか。スローイン。中に絞ってきた。走り込んできた。さあ、ここからゴールを攻める。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。1点差というまさに白鳥を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。